とは、寺山修司による評論、戯曲、映画。1967年に、寺山は、超捨てよ、町へ出ようという評論集を出版。その後、同年に旗揚げした演劇実験室、天井桟敷の第7回公演で、ハイティーン氏集書章捨てよ、町へ出ようが演劇作品として発表された。アングラ演劇ブームが起こり、夏には、新宿、 花園神社隣にあった建物で2ヶ月間のロングラン公演。この公演は夜の新宿名所を巡るハトバスのツアーで毎夜団体客で満席となった。また同年秋には名古屋、京都、神戸と旅公演も行っている。1971年には寺山修司自身が監督、制作、脚本を務める同盟の映画が公開。同年、評論集。 続、俗超ステ捨てマ町へ出ようが出版される。これらの評論集、講演作品、映画は、題名は同じであるが、内容は別個のものである。2015年11月時点で、角川文庫では64冊50万部を発行している。CD、映画館の暗闇の中でそうやって腰掛けて待ってたって、何も始まらないよ、と主人公が観客をなじる。 北村秀明は21歳。予備校が良いもやめて、ブラブラしている。戸塚の都電沿線の廃墟のような貧乏長屋で、万引き上州藩の祖母、無職の父親、うさぎを偏愛する、引きこもりの妹と暮らしている。英明には、憧れの人がいる。その彼は、大学のサッカー部で首相を務め、美人の彼女を持ち、良いアパートに住み、左翼思想にかぶれ、 英明を可愛がり、そして消しかける。英明は人力飛行機に乗って抑圧された環境からの脱出を夢見る。青年の鬱屈した青春を過激なミュージカルと実験映像を交えて挑発的に描く。アートシアター感気候、植草地日、虫明けありょむほか。ピースだだだ花一問目あなたの思い出さん、愛してる親父なんか大嫌いだのロック母。 素敵東京巡礼家フリーダムあるボクサーの死1970年8月息きを殺してるエンディングテーマ1968年の天井さじき舞台公演時の音源と映画サントラ版で未収録となった楽曲を最新マスターリング版で収録プロローグ劇中劇のテーマ朝鮮語詞のテーマ母親の記録のテーマ母素敵のテーマ太陽ハイティーンのテーマ若者の子守歌アレンジがチキールの テーマエピローグ M1AP 総やじなんか大嫌いだの、ロックだだだケンさん、愛してる皆殺しの歌私が、勝負になったなら、ハンバーガーオフェーリア銀座のテーマどもりの告白眠るのが、怖い、浅川牧歌唱から、皆殺しの歌、B サイなら、映画史をつなげば、地平線。ありがとうございます。